はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。洗面器です。今回もね、ゲーム関係のね動画やっていきたいと思います。で、先日ゲームギア修理して、ね、無事になんとか使えるようになりましたけども、で、こちらのねゲームギア用のソフト、これも電池中にねボタン電池入ってるんですけど、これのね交換しようと思ったんですけど、ゲームギア本体の修理動画って結構あるんですけど、このねゲームギアのカセットの方の電池交換の動画とかっていうのが全然見当たらなかったんで、ちょっとね動画撮ってみようかなと思って、ね、今回は、こちらの電池交換をちょっとやってみたいと思います。でですね、またここ裏ね特殊ネジになってるんで、こちらねファミコンとか、スーパーファミコンとかのねまた電池交換したりとか、あとスーパーファミコンの本体なんかの特殊ネジを開けるネジセット、アマゾンさんでこういうのが売ってるんで、これのねこの細い方のやつ、こういう形状のやつとかいまいち合わないかな、これね特殊ネジ用のこういうやつ、これが合うんで、これスーパーファミコンとかのカセットを開けるのと同じ特殊ネジになるのかな。でこれでねまず開けられるんで、よいしょ、ね、ネジを外しますね。で、爪がかかってるんですよ。これ外しただけだと、ネジ外しただけだと、これネジ外してありますけども開かないんですよ。こことここら辺に爪があって、その爪をね外してあげないと開かないんで、わかるかな、ちょっとだけこう隙間を、見えないか、ちょっとちょっとだけこう隙間を作っといて、ここにこの辺に爪があるんで、これマイナスドライバーのちょっと薄い感じのやつをでやれば、もうちょっと押してやればもうすぐ外れるんで、こんな感じでね、これでもう開いちゃいます。で問題はねこの電池ね、これファミコンとかスーパーファミコンとかで使ってるのと同じ、電池自体は同じなんですけど、わかるかな、この電極がくの字になってるんですよこれね、なんか普通ちょっとこれはファミコンとかスーパーファミコンとかのカセットの電池を交換するやつのね、交換用の電池ね、交換用の電池はこういうやつね、ちょっと待って、開けてこうなってるんですよ。こうなってるんですよ。電極が横にこうついてるんですよね。でこっちは見てもらえば分かる通りくの字についてるんで、このままだとそのつけられないんですよねでこの角度もね90度っていうわけじゃないんですよね。なんかセガのアーケードゲーム基板用の電池で、ここがこうくの字になってる交換用の電池っていうのがあるらしいんですけど、それはね90度の角度になってて、これはね90度よりちょっとこう角度が浅い感じなんで、それも使えないっていうねで、ゲームギアのゲームによってはこの角度もね違うのもあったりするらしいんで、なんでこれ買えば交換できるっていう交換用の電池がないっぽいんですよ。なんでもし交換するとすれば、
この電極をこのハンダがついてるまま残して電池だけ外して電池を入れ替えてテープかなんかで巻いて止めるか、もうこのボタン電池を無理無理ハンダでつけるかっていう感じになると思うんですけど、今回はねハンダ付けにちょっと挑戦してみたいと思います。こっち側こっち側ね、こっち側をハンダで直接つけて、ここにね、ここにハンダで直接つけて、こっち側はこことこことこっちはなんかこうリード線かなんか、まあ、はわしてつなげばつなげられるんじゃないかと思うんでね、ちょっとそれでやってみたいと思いますね。じゃあまずはねハンダ取らないとねいけないんで、ちょっと待って外しちゃいます。ハンダの熱でカセットのね側が溶けると嫌なんで、でハンダをハンダ吸い取り線でねまた取っていきたいと思います。これ表面実装タイプですね、電池裏に足が出てないんで表面についてるタイプのハンダですね。これうまくいくかな、やってる人が見たことないんでちょっとねうまくいくかどうか。よいしょ、あーわーこれは大変だな、変なとこに、わー結構ハンダが多いな、ハンダの量が、わーちょっと待って、ちょっとねハンダ切ってね、うわわわくっついちゃう、これ結構あれですね、大変ですね、ハンダ取るの。なんでこんなモリモリにしてあるんだろう、ハンダハンダ外して交換してる人見たことないんで、もしかしたらやっちゃダメなのかもしれないけど、どうなんだろう、すごいな、ハンダのハンダが山盛りに盛られてるんで、吸っても吸っても吸い切れないな、ハンダ、よいしょ、どうだろう、ハンダは大まかにはもう取れたと思うんだけど、無理にやるとパキッといくとこもあるんで、もうちょっと頑張って、あ、取れた取れた、あ、やばい、これはやばい、取れちゃった、わかる、ここの電極のとこ取れちゃいましたね、いやーこれ治るかな、大丈夫かな、じゃあちょっと一応ねまたジッポーオイルね、私ジッポーオイルエタ無水エタノールの代わりにちょっとジッポーオイル使って、わーこれは大丈夫かな、剥がれちゃって、この剥がれついてるところになんとかやればいけるかな、これは剥がさないでやった方が良かったのかな、
ては電池もちょっと加工しないとね、足をちょっと逆にこう折り曲げて、よいしょ、あーこれちょっと無理があんのかな、こういう感じで逆にね折り返して、これをここにこうはんだして、でここをこことここをリード線でつなごうっていう、そういう作戦なんですけどもね。ちょっと待ってね。で、ちょっとマスキングテープで仮止めしてみます。あ、短かったな。マスキングテープで仮止めした方がハンダつけやすいと思うんで。こんな感じでとりあえず。仮に止めて、フラックスいるかな、フラックスをちょっと間に塗っといて、ああこれでいけるかな、どうだろう。ではハンダ、こっちハンダ、こっち側はね、こっち側はついたかな。で問題はこっちだな、こことここをねリード線でつないで、このねリード線でちょっと適当にちょっと切り出して、長さどのぐらいあればいいかな、ここにつけてここにこうつけたいんで、そんな長くなくていいか、よいしょ、細かくて見えてないかな、これでいけるかな、どうだろう、これに仮止めしてやった方がいいかな、よいしょ、ここの生きてる銀色のところにちょっと止めて、ちょっと待って、止めて、で念のためフラックスを塗っておいて、よいしょ、でハンダつけてみますよ、よいしょ、つきました、合ってるかな、したら今度はここにこう、私そんな初心者なんでね上手にできてないと思うんですけども、こんな感じで、あ見えてるかな、どうだろう、ここにね、ここにこうつけてやりたいと思います、ハンダを、
しょ。どうだろう、これで外してこんな感じになりました。ちょっと不格好ですけど、一応まあハンダでつくはつきました。でまあ動かないですね。ちょっと手でやってもしっかりハンダでついてるんでね、大丈夫だと思います。あとちゃんと閉まるかどうかね。あ、これがこれか、こっちがこうで、お、入りますね、問題ないですね。じゃあネジで止めて、よいしょ、これで一応電池の交換はできました。じゃあ作動確認ねやっていきたいと思います。はい、ではメガドライブの本体用意しました。で電池を交換したゲームを差し込んで電源オン。これで最大なのかな、これで最大か。まあこんな感じで、まあ動きはしますね。でスタート、スタートボタン、まあまあ動くのは動きますね。ちゃんと映ってますね。調整した方がいいくらいか、あんま変わんないか、調整しても。東、ああ先頭だ。やっとやっと倒した。セーブはどっかでセーブポイントがあるのかな。あ、これは勝てないな、もう逃げるしかないな。セーブできるかどうか試したいだけなんだけど、逃げよう。うわあ、雑魚敵強すぎて、雑魚敵一匹倒すのにもう何分もかかるんだけど、戦った方が早い？うわ、またかよ、これきついな。あ、ここは、ね、休めるんだ。セーブ、あ、ここでセーブできるのね。セーブします。セーブ1、いつでも続きを始められます。今日も頑張ろう。ちょっと待って、レベル5、レベル5、レベル5、3人ともレベル5ですね。じゃあ一回電源切ります。電源切ってまた電源入れますね。スタート、スタート、
タートボタン、はじめから続きから、あ、続きからが選べるようになりましたね。続きからデータ1。さあ今日も頑張ろう。おお、レベル5、レベル5、レベル5、全部レベル5、さっきと同じですね。セーブできてますね。よかった。はい、ということでね、今日はゲームギアのカセットの、電池交換してみました。見ていただいた通りにね、くの字に曲がってるんで、ファミコンとかスーパーファミコンとかに使う、電極付きのボタン電池がそのまま使えないんで、今回はね、こういう形で電池交換してみましたけども、なんとかね、うまくできました。ということで、今回もね、最後までご覧いただきましてありがとうございました。なんか画面チラチラしてますけども。ね。じゃあ今日のね、動画の方はこの辺でね、おしまいにしてね、いきたいと思います。今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。